皆さんどうもこんにちは、ふるさくチャンネルのさくしでございます。本日はですね、まあちょっとかなり前に話題にはなってたんですけど、こんなに安くていいのっていうフィギュア、アースのフィギュアを買ったので、今回こちらを紹介していこうと思います。ダーン。ということで、ヨドバシ .com なんですけど、早いね。ヨドバシ .com めっちゃびっくりしちゃいました。昨日の夜中の12時に頼んで、今日のお昼の14時に届きました。だから14時間で家まで到着してます。すごいよね。ありえないスピードだと思います。ちょっとヨドバシ .com さん、今アマゾンはさ、ちょっとスピード落としてるじゃないですか。まあ、あの物流の関係、あまり圧迫しないようにだと思うんですけど。だけど、そんなのお構いなしにマジで夜中の12時に注文して、ね、次の日の2時には届くってことは、もう確実に、ね、今一番早い通販はヨドバシ .com ですよね。バーズオブプレイのハーレークイーンになります。いや、これね、ヨドバシ .com で送料込みで、いくらだっけ、2400円ぐらいで今売ってます。在庫ありです。やばくない？普通にフィギュアアーツのフィギュアが2400円で買えることなんて中古でもほぼないんですよ。しかも最新のものが、なぜか安い。とても人気がないんだろうね。でもちゃんと差し替えヘッドパーツとかもついてて、ハンマーとかもついてるので、なんかまあ本当にね、過激な人はね、ハンマーだけのために2400円払いましたみたいな人いましたね。はい。僕は、ホットトイズ予約してるぐらいハーレークイーン、これ、この映画も特に好きだったので、まあ今回開けていこうと思います。なんでこれを買ってなかったかっていうと、確かに顔がね、と僕も思っておりました。はい。でもなんかね、意外と皆さんの写真見るといい感じなんだよね。で、パッケージはね、こんな感じ。まあバーズをプレイっぽく、派手な感じになっていて、他のハントレスとかのキャラも欲しいんだけどね。まあ、アーツカラーは絶対に出ないでしょうということで。DC 系はマーベルレジェンドと違ってね、今まあどうだろう、DC コレクタブルズとかまあいろいろあるんだけど、確実にマイナーキャラを出してくれるようなメーカーはないので、まあ、アーツが出してくれないとなると、バーズの他のキャラは厳しいのかなと思います。そんな感じで。開けていきましょう。はい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 。まあ、こういう風な説明書と、こんな感じね。やばい、顔がぶっ壊れてやがる。説明書と、はい、ちょっとピントが合わねえなと思ったら、こっちにいるね、ハーレーにピントがバッチリ顔認識されてたので、こっちにずらしましたと。中開けていくとブリスターに結構入ってて、パーツも豊富ですし、結構いい感じのフィギュアなんじゃないでしょうか。ここのローラーブレードじゃなくて、なんだっけ、ローラーシューズみたいなのも入ってるしね。開けていきましょう。なんだかんだ久しぶりなアーツな気がするね。で、まあこういう風に手首パーツはアメちゃん食べてるやつ、何かハンマーを持つよ、開き手と、3種類計6個ありますね。で、シューズですね。このシューズも結構可愛くって、これね、本当に思ってる風がするからね、劇中でいいよね。かなりいい感じの作りになってるかなと思います。こんな感じ、左右で色が違うのよね。こんな感じ、可愛いでしょ。ローラー部分はまあ回りません。まあ回ったらね、フィギュア立たねえからって感じになってまして、で、ハンマーが付属してます。よくはできてるんですけど、なんかちょっとだけ短い気もします。ニコちゃん、このハンマーマジで気持ちいいからね。マジでバーズ見てない方はちょっとぜひ見てください。このハンマーでマジで気持ちいいぐらいに人の膝を攻撃します。あはは、そうなんだ、なるほどね。これ飴をね、舐めてるハーレーの顔でも、なんか思ったより全然悪くないんだよな。割と普通にちゃんとマーゴットフェイスしてる気がする。似てるよね。で、このツインテ部分って言えばいいのかな、は共有みたいですね。1個しかついてない逆にそこ分割できたんだっていう感じ。よいしょ。で、もう1個は笑ってる顔ですね。まあハーレーといえばみたいな笑い顔、これも似てる気がするけどね。どうなんだろう、皆さんどうですか。カメラ越しに似てますか。結構いいフェイスだと思うんだけど、これでなってなると、マジで2400円まで下がる理由はマジで分かんないのよね。あー、なんか4000円ぐらいまで下がる理由までは分かってたんだけど、2400円は本当になんでって思っちゃうけど、まあ安く買えたので、まあよしとしましょう。僕はとても嬉しいですと。本当に発売日にね、買うか買わないか迷ってたんですけど、気がついたら発売されちゃってて、僕の場合はなんか、あ、もう出てんだと思って、ちょっとレビュー時期だけ逃してたんですね。本当に僕はね、ハーレークイーン、このハーレークイーンめっちゃね、好きなんですよね。いいなと思って、キャラデザとか、あと性格とかもね、なんかそんな悪くねえしな。ハーレーの中で多分一番ぐらい悪くねえやつなんじゃないかと思う。で、いつか欲しいってか、その当時も欲しかったんですけど、なんかタイミング逃して買えなかったんで、今回買えてラッキーって感じ。うわ、よくできてんな、やっぱ。まあ、アーツはね、本当に可動面はしっかりできてるので、首とかも可動して、ね、前後もいきますと。で、首のこの辺も分割パーツになってるので、しっかり動きまして、手とかもね、ちゃんとこの、なんて言うんだろう、服着てないからさ、まあ肌なんですけど難しいじゃん、そういうのって。
関節見えたりとか、それでも一応裏から見るとこういう風に見えないようにとか工夫がされております。よくできてるね。で、もともとデフォレついてる手は開き手なんですね。グーかと思ってたら開き手でついております。で、このオーバーオールって言えばいいの、このなんというか不思議なね、金色の衣装、まあ、劇中であんまり着なかったんだけどね、をまとっていて、まあ、模様もしっかり入っておりますと。こんな感じでね。で、表面はこんな感じ。もう、ツルツルってんだね。はい。でも足もしっかり稼働しますよと。で、胸稼働、腰稼働だね。胸は動きません。腰で稼働しますと。ちょっと稼働が難しくなるかな、それで。って感じになっております。普通にめっちゃよくできてんだよ。で、ローラーシューズをね、履いたハーレークイーンも再現できると。めちゃくちゃいいじゃん。2400円はありえないですよ、マジで。皆さん、まだ在庫あったので、ぜひぜひ欲しい方買ってみてくださいね。ちょっとだけポーズとか撮っていきましょう。はい、そんな感じで今回は、SG フィギュアアーツのハーレクイーンをヨドバシ .com にて2400円で買ったよという動画でした。ほんと送料込み2400円で、一体2400いくら払えば確実にこれが手に入るって考えるとものすごいいいフィギュアだと思います。やっぱさすがのアーツの出来なんでね、この辺の造形もとても高いし、ちょっとやっぱハンマーはちっちゃいと思うけどね、僕は。こんなちっちゃくなかった気がするけど。まあ皆さん今もね、DVD もね、発売されてますので、まだ見てないよって方はぜひ見て、気に入ったらヨドバシ .com で、このハーレークイーンをポチってみてください。こんな感じで、僕たちふるさくチャンネルはフィギュアのレビューだったり、アメコミ系だね。アメコミ系のフィギュアのレビューだったり、デジモンだったり、カメラだったり、いろいろやっております。よかったらチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。さあ、そんな感じで今回はね、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。めっちゃいいな、普通に。